廃材薄用中央柳田、明日地八歳理事が北の人名味相談である。わかる？明日地毎日八歳理事が熱いけれども、お疲れはございませんかというのは北の人名味相談にということでね、なかなか難しい言葉だけど、暑いですけどお疲れはございませんかというのをうちなぐつで言いましたのでね、今日はと定例記者会見このようにまたご参集いただきましてありがとうございます。本日は本市消防本部高度救助隊が考案しました救助法シャトルレスキューについて市民の皆様にご紹介をいたします。今回ご紹介いたします救助法は全国で出版されている消防防災レスキュー専門マガジン税レスキューのレスキューの中で常識破りの凄技特集として取り上げられ今全国の消防本部から注目を浴びております。シャトルレスキューとは東日本大震災時建物の屋上に取り残された多数の助けを求めている人々の映像を見て安全迅速で救助を求めている人々の不安を取り除くことができる優しい救助法の必要性を痛感した消防本部高度救助隊の隊員が研究と検証を重ね生み出した救助法です。特徴といたしましては要救助者を救出降下する際に発生する力を活用し同時に隊員を引き上げるシステムです。双方向の作業を同時に行うことで効率性を上げ少ない隊員でも常に要救助者に隊員が寄り添うことができる画期的な救助法として昨年の沖縄県消防救助技術指導会技術訓練部門でも第1位を獲得をいたしております。今後も救助技術の向上に努め市民が安心安全で生活できる中核市那覇を目指してまいります。ということで補足がありましたらお願いしましょうね。はい、ですね、模型を持ってきてありますので模型の方で、ご説明をしております。高度救助隊長の中村の方から説明をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、西消防署救助高度救助隊の中村です。よろしくお願いします。今からシャトルレスキューについてご説明したいと思います。隊員の方はじゃあ補助入りますのでよろしくお願いします。シャトル探った方がいいかな。はい、実際明治が付きやすいように作りました。これが建物です。これがもう倒壊しそうな建物で実際震災で周りに真下の方に瓦礫があって中に近づけないような状況を今回作成してもらいしました。でこの建物の屋上にたくさんの助けを求めている、要救助者がいるという想定でこの要救助者を迅速に救助するというのが、シャトルレスキュー の救助法です。で設定については至ってシンプルです。もう簡単にもロープ2本を張り込んだだけの簡単な単純な設定となっております。で実際外側のロープというのがメインロープということでここをこれが今隊員救助をする隊員が乗る部分なんですがここに実際比重がかかります。で中にある赤いロープについては我々の中ではタグライン、誘導ロープという言葉を使わせてもらっています。ただ1本でつながっているだけなんですがこのロープ自体がこのシャトルレスキューで重要な役割を果たします。それではちょっと救助法を実際やってみます。はい、これ今ですね隊員要救助者ということでお願いして見てもらってください。で下から隊員がいます。で実際救助します。これ救助に行くときはこの隊員2人の重さで降りていきます。そうすることでそのまま隊員が上に上がることができます。でその上に上がることでまた常に次の要救助者に隊員が寄り添うことができます。でまた降ります。はい、で隊員が上がりました。これを繰り返すことによって顔面でも何回でもやることでたくさんの人を効率的に回すことができます。我々も隊員最低限5名で活動していますが5名で十分、実際6名を3分で救助することができました。これは訓練の中で実際訓練で6名を救出することができました。また実際この下の部分でロープをコントロールすることができるので下ろす際のスピードというのは全てここでコントロールができます。で止めたり上げたりすることができます。そういうことで実際上がる隊員ここに上がる隊員についての技術はいらないので、ドクター、医師、看護師、救急救命士などもこちらから上部の方に上げることができます。そうすることによって実際ここでの処置、
初期処置ですね、医療処置ができるということで、こういういろいろなことができる救助法となっております。ありがとうございました。説明以上です。何か聞きたいことがあれば、先ほど首相からもありましたけど、必ず要救助者には必ず隊員をつけるというところに重要なことですね。安心して脱出できるというところ。従来はこのラインが1本だったそうです。ですから行って降りて行って降りてのこの繰り返しだったそうです。今回はそれを2本に組んだことで、交互に行くことができたので、時間の短縮ができたということと、このサポート要員が容易に上に運べるようになったというようなところが非常に特徴的だというような話です。2年前の 3.11 の東日本大震災、那覇消防署はもう今一番にですね、発生時の 4,5 日後にはもう現場に到着したんですが、ああいう瓦礫でですね、近づけなくてですね、結局救助しきれないまま帰ってきてるんですよね。その悔しさとですね、これから以降のそういったものに対する予防をどうすればいいかということで、大変な本当に一生懸命工夫をしてですね、作り上げたのがこの救助法ということで、これが大変素晴らしいものだということで紹介されているということがあるものですから、やっぱり市民の皆さん方にも改めてですね、消防が頑張ってある、その実績みたいなものも知ってもらって、やはり安心安全といいますか、信頼感というのを得たいということで、今日記者会見でですね、紹介をすることにしましたので、よろしくお願いしたいと思います。では、本件につきましてのご質疑ございましたら、お願いします。社名とお名前をお話しくださいませ。お願いします。この方法というかを開発したのはいつですか？昨年度になってます。平成24年度。4年度のいつ頃なんですか？4月頃です。4月頃に那覇市消防本部が独自に発案した、そうです、完全オリジナルの救助法です。はい。この救助法を実際に使用したケースはありますか？これまで。現場ではございません。全国の消防でこの同じ救助法、もしくは似たような救助法を実践している消防はありますか？今我々の方での J レスキューで紹介させてもらって、それからどのような救助法なのかということで資料を請求をいただいて、今だけで約20ぐらいの全国の消防部の方に資料を配布させてもらっています。一番最初だったんですよ、那覇消防署がね。全国の二重消防署からも問い合わせがあるということです、ね。はい、仕組みなんですけど、はい、滑車を使うことによってその要救助者と隊員の体重で別の隊員が上に上がることができるという、はい、その時間とか作業の効率に効果的ということですか？はい、ありがとうございます。以上です。他いかがでしょうか？はい、じゃあ教えてください。教えてください。これまでは1本で使って1本でこう行っていたということですけれども、1本の時と比べてその設置の時間 のかかり方というのはいかがですか？時間的にはそんなに設定については1本でも2本でもあまり長くなるということはございません。はい、それかかる人員も差がある。そうですね、少人数でできるというこのシャトルレスキューのいいところでございます。ありがとうございます。はいはい、すみません、琉球新報の関戸です。はい、はい、この1人上げるためには2人が降りなくちゃいけないっていう、そういう体重差が必要ってことでもあるわけですか？この上がるために2人が降りるというので交互にやるということは、はい、実際はですね、ここから降りる重さも活用なんですが、そのままこちらの方でコントロールしているので、こちらで引き込むことによってこのロープで引き上げるっていうことも可能です。じゃあ上にいる人を下ろす必要がないけど、下から上に上がりたいときもそれはやることができる、はい、可能です。ありがとうございます。あともう一点なんですけど、はい、これまでのやり方に比べてその、3分で6人救助できるっていうのはどれぐらい、その1本の場合だと6人救助するのにどれぐらいかかったというようなことも考えることはできます？実際ですと1本ですと要救助者はそのまま隊員をつけずにそのまま下ろします。で、下ろした資機材をまたここから引き上げて、ここで持ってきてそのままつけるっていう作業が出てやるので、かなり時間を要してたな、うん、かなと。で、 今は実際降りてここで隊員要救助者を出してる間に、ここで既に来た隊員が要救助者を脱出準備をかかっているということで、その分での時間が短縮にもつながっています。はい、
はい、ありがとうございます。他よろしいでしょうか。今日はこのようなセットでご覧いただいているわけなんですが、もしご希望がありましたらですね、実際の訓練の様子、これは消防本部の方で実施している、中央署ですか、本部の方で実施しているようでありますので、もし個別の取材でご希望がありましたらまたご連絡いただきたいと思います。那覇消防初の救助法でございますので、また積極的に広報方もお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、OK につきましては、この程度とさせていただきます。ありがとうございました。サッカー25日にはエイルなので、よろしくお願いします。ありがとうございました。少し入れ替えの時間がいただいております。先ほど消防署からもご説明ございましたが、私どもが一括交付金で整備をしましたコンビニ AD が早速効果を発揮したといいますか、人命救助に大いに役立ったというような事例がございました。すでに新聞等でも報道されているところでございますので、具体的な紹介を答えさせていただきましたが、そういった事例もございましたので、合わせて消防の方の話題ということでご提供させていただきます。はい、それでは本日2件目でございます。那覇ジャズの開催についてでございます。よろしくお願いします。はい、それじゃあ2件目ですね。那覇ジャズの開催につきまして、市民県民の皆様にお知らせいたします。昨年度実施しましたジャズナイトイン那覇は、夜空の下ジャズのライブ演奏を多くの市民県民、そして観光客の皆さんにお聴きいただき、魅力的な那覇の夜を感じていただけるいただけたものと思っております。今年度も週末の那覇の夜を満喫していただくために、名称を那覇ジャズとより親しみやすいネーミングに変えて、ライブ演奏と映像のコラボレーションによるストリート感のある新しい演出をお届けいたします。本市では心の豊かさを幸せの尺度にする、いい暮らしより楽しい暮らしをキャッチフレーズにしており、ジャズを通して那覇の街の魅力を楽しむとともに、心を癒されるひとときをお過ごしいただきたいと思います。さて、パワーアップした記念すべき第1回のオープニングステージは、那覇の日のプレイベントとして7月5日の金曜日午後6時からパレット久米島広場において開演いたします。日程につきましては、毎週金曜日と土曜日の午後6時からの開演となり、来年2月まで合計50回のステージを予定しております。南国の夏、夕暮れから夜へと涼しくなるひととき、ジャズのスイングに身を委ねて、新しい那覇の夜のエンターテインメントをご家族、お友達と一緒にお楽しみください。イトソルグトウニゲーソビラ。そういうことで、ちょっとモスクワかな。もともとにこの日差しがあるとですね、2ヶ月間は、パレット雲に前でやりまして、その後、一つ後にですね、文化展の前、サイオンスケアとか、ね、そういったところで、展開をしていきたいというふうに考えています。で、今お手元に資料が配られたように、パレット雲に前ではですね、こういう形で、観客席ともですね、普通の腰掛けを並べるパターンじゃなくて、食事しながら、軽くワインでも飲みながら、ジャズを楽しむというイメージでですね、やっていく。地域との連携も大事なんでですね、こういった食材とかの提供はそれぞれの地域の商店街、そういった方々と連携してやっていくという形でございます。あと県外の PR をしながらですね、ホームページとかで、もPR もしてますし、また、観光客の皆さんに楽しんでいただけるようなホテルの方でもですね、このイベントのですね、お知らせを強化しているということでございます。以上、報告させていただきます。はい、では本件につきましてのご質疑がありましたらお願いをいたします。じゃあ、タイムズさん、今その、食事の提供などもという話だったんですけど、例えばその国際通りの方々とか、どっちかと提携したり、そうですね、そのエリアの部分、例えば今回だったらパレットとかですね、そういうのとあと文化展物
関西だとあの辺の一帯の企業、まだそこはまだ固まってるんですが、あの西門付けあたりは一帯のところで通り会というよりはその場所を提供していただいて、市内のその飲食店の、あのもちろんそのパレットならパレットという形でですねやっててさせていただいて、まあ、軽いあのおつまみ程度の話になってます。以上です。他いかがでしょうか。あの、まあ、沖縄はチャンプルー文化とよく言われますが、東の湯から大和の湯、大和の湯から内南湯、内南湯からアメリカ湯という形にですね、あるんですが、あの、まあ、米軍基地問題なんかもありますけれども、私もブラスバンドやってましたから、高校時代はジャズもやってましてですね、やっぱりあのそういった影響というのもあって、歌三振も沖縄の特徴ですが、あの頃の私より超ぐらい上の人たちはね、結構ジャズもですねやってまして、大変貧しい中でありましたけれども、いい形でジャズ演奏なんかもやったというものが、今日の沖縄はですね、そういったチャンプル文化の一角を占めているというふうに、まあ、考えていただければいいと思いますね。ご質問よろしいですか。はい、いよいよあの明後日金曜日初日を迎えます、この2年目の那覇ジャズでございます。皆様方におかれても現場での取材方も合わせてお願いいたします。では本件につきましてはこの程度ご覧いただきます。ありがとうございます。では本日3件目でございます。それでは市長よろしくお願いいたします。はい、3件目ですね。那覇市では新文化芸術発信拠点施設、新市民会館の基本構想案と当該建設候補地案について、去る6月27日から約1ヶ月間、市民意見提出制度による市民意見の募集を行っております。基本構想案では新市民会館の規模や内容等についての考えを、そして当該建設候補地案では現市民会館敷地、久茂寺小学校跡地および新都心の仮庁舎跡地の3か所について中心市街地の活性化や公共交通、特にモノレールの利用促進などの観点から比較検討を行い、久茂寺小学校跡地を候補地案として提示しております。前島久茂寺両小学校の統合で注目されていた久茂寺小学校の跡地利用については、平成23年12月に私自ら市長市案として提示をし、教育という視点で進められている統合問題にも配慮しながら多くの市民や団体と意見交換を重ねてまいりました。学校の統合も平成24年12月議会で条例制定の議決を得ることができましたので、今回基本構想案とともに建設候補地案についても正式に広く市民の皆様からご意見をいただいて、今後建設に向けた取り組みにつなげていきたいと考えております。久茂寺小学校跡地にこのような文化施設を建設することで、市民県民の足を再び中心市街地に向けていただける仕組み作りの第一歩として、また近隣の公園などの再整備に向けた取り組みとしても新たなスタートになるものと強く期待しております。市民の皆様からのご意見をお待ちしております。次、標準語の上の方に内の口で書いてあることを読ませていただきます。立夏マジュンサーにナーファルマチゴアのこと歓迎ティチェビラナヤーサイと満たされることを理解させていただきます。これは、はい、補足、簡単に、それでは、はい、企画財務長の時渋谷に満たされることを理解させていただきます。簡単に補足ということで、今パブリックコメント募集期間中でございますけども、1ヶ月間ですね、その中で今市民会館に関する要望が2件あるということで、建設候補地案に関するメールは今のところございませんが、どんどん市民からの意見も募集しているというところでございます。では本件につきましてのご質疑がありましたらお願いいたします。ではなければこれで、この3
についてはとしたいと思います。はい、せっかくでございます、久しぶりの南市町定例記者会見でございます。議会中のためにしばらくお休みをいただいておりました。何かこの件以外でご質問がございましたら、この際お受けをしたいと思います。よろしいです。じゃあ新報さん。はい、陸新報先ほどです、はい、お願いします。オスプレイの追加配備の件なんですけれども、改めて8月にという、具体的なスケジュールが見えてきた中でですね、改めてこの時期オスプレイ反対の、まあ、先頭に立ってこられた小野市長から のコメントをいただきたいと思います、はい、お願いします。まあ今日まで、今年の1月の27、28でしたかね、東京行政行動をするまでですね、まあ、県民一丸となって、オスプレイ、撤回、配置撤回というようなことと含めて東京行政行動をしてきたわけであります。またその間第2波といいますか、今月下旬から来月にかけて改めて配備するというのは、まあ、数ヶ月前から、話は聞かされておりましたけれども、その聞かされていた通り、配備をされることになりましてですね、大変、残念、極まりない、状況になっているなというふうに思っております。まあ私もその去年よく市民県民にも紹介したんですが、まあ、その時の森本防衛大臣の著書の中に、2012年に12基、2013年にさらに12基、そして最終的には120基、配置されますよと書いてありましたので、このように去年今年という形で言い当てたということは120基までですね、これは予定をされているのかなと。去年今年はこのように明治を今頃やってたわけですから、去年のその意味からするとですね、大変なこれは事態だなという感じをいたしております。ですから、まあ安倍総理もあるいはまあ菅官房長官も基地負担の軽減、県民に寄り添うというような話でございますけれども、やはり私どもの思いがですね伝わらないということにつきましてはですね、実にまあ嘆かわしい結果になっているなという感じがいたします。まあ、これからのことは今参議院選挙とか市会議員選挙もあるものですから、いろいろこれからまたあると思いますけれども、とりあえずはですね、この件については当然のことながら反対でありますし、ぜひ思い直してもらいたいというようなことはですね、強く申し上げたいと思います。よろしいですか。通信の平原です。関連なんですけれども、このオスプレイの追加配備の正式な通知について、正式な通知について中山知事は議会終了後にも、まあ、状況も含めて配備反対を伝えることを検討したいと言っているんですけれども、改めて状況して直接配備反対を訴えるというご予定はありますでしょうか。まあ、個人的に私が言ってもなかなかそういった今の政治環境の中でですね、今参議院選挙、その中央も全部出払っているところでありますから、この辺のところで、まず個人的にはちょっと考えにくいということと、それから市長会あるいは市町村という形でですね考えることもですね、タイミング的に実に厳しい状況だなと。知事がしかしそういうような思いで、あるものがあるとすればですね、十分な体制を組めないかもしれませんけれども、そういったようなものはまた支援体制といいますか、それは検討はできると思いますが、私の方から具体的にですね、どれぐらいの規模でとかどういったようなものだというのは、この最終巻ですかは、ちょっと動きが取れない感じがしますね。よろしいでしょうか。では他になければ、この程度とどめたいと思いますけど、ありますか。はい、じゃあ平田さん。鉄拳なんですけれども、4月に中核市に移行してから約3ヶ月ということで、市政への変化ですね、まあ、中長期的な課題について3ヶ月の総括をお願いします。はい、まあ、ある意味で、去年の今ぐらいからはもう中核市オンリーでですね、来ました。また中核市に昇格するにあたってのいろんな意義等もその間話をしてきたわけでありますが、実際上はまあ今年4月1日から、中核市に、まあ、昇格をしまして、今3ヶ月ほど経っているわけですけれども、一番やっぱり中核市になった時の権限以上の大きいものが中央保健所が那覇市保
保健所に変わったということでありましたけれども、その那覇市保健所に変わった途端ですね、いわゆる市内の小学校で結核のですね、感染がですね、まあ、中央保健所時代から ありまして、それを引き継いだ中に今度は市民への周知と、それから子どもたちへの配慮といろんな問題等があったんですが、それを迅速にですね、まあ、火を消して、なおかつ市民の皆さん方にもお知らせをし、今日、まあ、ある意味でほぼ終焉したというようなことも、那覇市保健所という形での那覇市民とのですね、直接の、関わり合いの中でですね、レベルアップ、パワーアップ、スピードアップということを、3つ のアップということで話をしてきたんですが、これが一つ実現したかなということで、それからもう一つは、風疹ですね、はしか、これも全国で、この発生をしているときに、もう4月の末の時点で、那覇市はそれを把握をし、そしてそのワクチンの、ワクチン代をですね、4000円補助をするというようなことも決めて、連休期間中の前にですね、発表をし、そしてその後他の市町村もですね、そういうふうに習ってきたようなところがありましたので、やはり中核市になって、そういった中央保健所の中での機能をですね、那覇保健所に移ったという中で、大変緊張感と、またスローガンとして掲げてきたレベルアップ、パワーアップ、スピードアップ、こういったもの等ができたかなというふうに感じておりまして、今日までの県での研修含め、職員がですね、全力を挙げて頑張ったことに、私自身は大変頼もしく思っております。あとそれ以外の件でもあるんですが、ある意味で劇的な部分で問題が起きたとか、そういうことはないものですから、それを今ということではありませんが、それでもまあいろいろ経緯感からですね、いろいろ福祉の面も受け継いだことがありますので、これは粛々とやってはいると思います。思いますが、何かしら特段大きな問題があって、それをどうしたかということはないものですから、特に保健所のことは受け継いだと時点でですね、2件大きなものがありましたので、これをこなせられたというのは、まあ、中核市に向けてのナース全体のですね、意識というものはしっかりしとったかなと、今私はそれは今の時点で評価をしております。はい、ありがとうございました。それではお時間でございますので、ここで那覇市長定例記者会見をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。